仕上がったのね。おついに負けてね、東方みたいなやつ。おおなんか CG とか使ってるじゃないですか。うわひどい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 クオリティピッカーってやつ、今の使っちゃダメでしょ。これ伝説のポケモンがなぜ遥か昔、壺に封印されたフーパーの真の力、100年の時を経てその力が解き放たれる。監督めっちゃ出てるじゃないですか。封印されていたフーパーの力が暴走し、伝説のポケモンを次々とお出ましする。じゃあもうほとんど監督じゃねえかよ。いや違うわ。じゃあダメだよ。今しー今しめられしフーパーも負けじと伝説のポケモンをお出まし。すごい同性超使ってる。じゃあなんでタクシーのそれ何よ。じゃあどっから出てきた。何これもう。そして始まる伝説ポケモン同士のバトル。これが伝説の力。さらにサトシとピカチュウも世界を救うために奮闘。俺サトシ。しかし飲み込まれてしまうわ。悲しいよ。なんでだ、なんでフーパーが戦わなきゃいけねえんだ。ポケモンザムービー XY リングの超魔人フーパーご期待ください。これは見逃せないわ。やめて、メアリーこれじゃないよ。お楽しみに。いやいやいや、サトシじゃない、タツノになっちゃってるよ。あ、すごい。武蔵です。小次郎です。フーパーです。今日はね、皆さんにね、あること伝えなきゃいけないわけでしょ。ええ、一つあるんですよね、うん、この映画が上映される全国の映画館にて、映画にも登場する幻のポケモンフーパーがポケットモンスターオメガルビーアルファサファイア XY にプレゼントされます。すごいですね。手持ちにフーパーを加えてポケモンオメガルビーアルファサファイアのフレンドリーショップに行くと、今しめの壺が手に入り、解き放たれしフーパーに姿を変え、異次元ラッシュという強力な技を使うことができるんです。しかし朝早くからね、こうギュウギュウになってね、体と体がベタついてね、ひっついて、本当あれは大変ですよね、朝早くからギュウギュウ。それは通勤ラッシュだろ、通勤ラッシュ。欧米か。いや欧米関係ねえよ。いや気持ち悪いんだよ。さらに映画を見に来てくれたみんなにフーパのカードとスペシャルポケモントレッタフーパをダブルプレゼント。映画特別マイル券が手に入るのは7月17日まで。ぜひ幻のポケモンアルセウスと6匹から選べる伝説のポケモンを手に入れよう。どうもありがとうございました。犯罪難しいな。